皆さんこんにちは、算数科の前です。それでは今日は頭が良くなる謎解きドリル算数の中からパート3の文章題、そこから問題1問選んで説明をしていきます。それでは早速問題にいきましょう。問題の32番です。ゾウさん、シカさん、カンガルーさん、犬さん、猫さんが順番に水を飲みます。ゾウさんは1リットルと残りの6分の1、シカさんは2リットルと残りの6分の1、カンガルーさんは3リットルの残りの6分の1、犬さんは4リットルと残りの6分の1、猫さんは残った5リットルのほど水は全てなくなります。初めにあった水の量は何リットルですかという問題です、はい、ここに6分の1という割合がね、何箇所も出てきますけれども、順々に6人、6匹ですかね、が飲んでいくわけですから、この様子を、はい、こういうふうに線分図にまとめてあげるといいですね。こういった問題は倍数算とか分配算とか相当算といった仲間なんですけども、そういった問題は、問題条件を線分図に整理することができます、ね。問題で最初にゾウさんが1リットルと6分の1を飲むわけなんですから、初めにあった水のうち1リットルを飲んで、その後6分の1を飲みました。だからここから向こうから残ってるわけですね。それを2番目のシカさんがまた今度は2リットルを飲んで、さらに6分の1を飲んで、さらにカンガルーさんが3リットル飲んで残りの6分の1を飲んでいくというふうに、だんだんこう残っていた量が減っていくわけですね。そして最後に猫さんが5リットル飲むと全部なくなりましたという問題です。今線分図は当然ゾウさんから始まって猫さんのまで上から下に順々にこう書いていったわけですね。そうすると解くときは今度逆で、この下の猫さんから順に上に戻っていけばいいということになっています。じゃあ早速見ていくと、ここですね、一番下の猫さんのところです。ちょっと拡大しましたよ。犬さんが4リットルを飲み、残った6分の1を飲んだその残りが5リットル、これが猫さんの分ですから、犬さんのところをですね6分の1だったので、残っている量を丸の6と考えると、そのうちの丸の1を飲んだことになる。じゃあ残っているのは丸の5ですから、丸の5が5リットルと等しい。つまり丸の1は1リットルと一緒だよってことが分かります。だからこれが、5リットルと丸の1と4リットルと考えてもいいですし、丸の6と4リットルと考えてもいいですから、はい、ここは10リットルと分かるわけですね。ということでここが10リットルと分かりました。でこれは、カンガルーさんが飲み終わったと水が10リットルですから、カンガルーさんは3リットル飲んで、さらに6分の1を飲んだので、さっきと同じように6四角と1四角と考えれば、この10リットルは5四角と分かります。だから1四角は2リットルなので、6四角は12リットル足す3リットルがシカさんが飲んだ後の残りなので、シカさんが飲んだ後の残りのここの分は15と分かりますね。それが6分の1の残りですから、同じように5に当たる量になるので、5で割ってあげると1に当たる量3リットルが出ます。ということでこの1の分は3リットルと分かりますから、6のところはその6倍、18リットルと2リットルを加えた20リットル、それがゾウさんが飲んだ後に残っていた水です。そこも同じように6分の1の残りですから、5に当たるので5で割ってあげると1に当たる量の4リットルが分かるので、4×6 と1リットルで最初の水が25リットルというふうに分かるわけですね。はい、じゃあまとめですよ。この文章点の条件を整理する方はいくつかあります。そのうち倍数算や分配算、相当算と呼ばれている問題は条件を線分で整理することができますよ。こういう形ですね、はい、というのが今日のお勉強のまとめでした。じゃあ今日はここまでです。